虐待行為があったのは別海町の知的障害者入所施設樫の実学園です。道と学園を運営する社会福祉法人によりますと、施設の男性職員が先月3日未明、40代の男性入所者の部屋のドアノブと廊下の手すりを紐で縛って、室外に出られないように閉じ込めたということです。入所者は外に出ようとして、2階の自室の窓から転落して頭を打ったほか、歯が抜けるなどの怪我をしました。いくら、行動の抑制とはいえ、またやっていけないことでしたので、深く反省しております。施設側はその日のうちに虐待事案として道に報告しています。道は先月5日に監査に入っていて、施設に対する指導や処分を検討しているということです。